走破。張り切っていきましょう。時は天明七年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任に就いた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。一方奥州の村では、心優しい若者と彼を旦那様と呼び慕ういろはの二人は幸せな日々を過ごしていた。だが世の混迷の影響は二人の住む村にも及ぶ。この機運に邪悪な力を感じたいろはは、幸せな生活を守るためその根源を断つことを決意し、若者の手を握り告げる。必ずお守りします。だから私のわがままに付き合ってくれませんか。二人は旅立つ。人知れず世界を救う旅へ。外流島牛の国。いざ尋常に一本目勝負。やろう。肩取りだ。えっ、やった、危ない。イロハ、旦那様、もう少しお待ちください。二本目勝負。旦那様のためにも負けられません。お待たせしました、旦那様。さて次に参りましょう。熊野古道。
ここで滅するも待たなさけ。いざいざ尋常に一本目勝負。おっ天地勝者イロハ。旦那様、もう少しお待ちください。二本目勝負。はっ、こちらです。スイチグレ、スイチグレ、半蔵。最終戦勝負。やっぱり暴力はいけないと思います。洛中三門前。邪魔をするつもりかい？なら、その首を狩るだけさ。イロハ VS 首切りバサラ。いざ尋常に一本目勝負。よかった。勝者イロハ。旦那様、もう少しお待ちください。二本目勝負。つゆしぐれ。 12 seconds late。勝者イロハ。
事な方なら支え合うべきです。たった一人をずっと縛りつけるものじゃないです。洛中三門前。いざ尋常に一本目勝負。負けられません。力の使い方を間違えています。自分が犠牲になってもいいからなんていけないことです。カムイコタン。メガネ、私のメガネ。ここから先は私の領分、どうぞお引き取りくださいませ。いざ尋常に一本目勝負。はあ、風飛び落とし。
勝者イロハ。旦那様のためにも負けられません。お待たせしました旦那様。さて次に参りましょう。ミネルヴァの間。いざ尋常に一本目勝負。噴上よろしくれやーはっはっはっかかきりやーはっつゆしぐれぞっかかぐれぞっせいつゆしぐれぞっかかぐれぞイロハ。旦那様、もう少しお待ちください。二本目勝負。せい肩車やえいはせいオーバーションちょーバーションえい私もお守りします。はぁイロハ。見ててくれましたか。そういえば西洋の方にはすごくおいしい料理があるとか。一度旦那様と海を渡ってみたいですね。うずき。これよりは抗議の任。若輩者はここまでにいたせい。いざ尋常に一本目勝負。こちらです。こちらです。行くぞ。私もお守りします。
勝者柳生十兵衛。二本目勝負。やっ！最終戦勝負。エグネ、こちらです。やーエグネツユシグレゼイカタグレガエグネラト。エグネ、私がお守りします。はぁーゾ、私がお守りします。柳生十兵衛。柳生の立ち筋、主では見切れぬわ。いざ尋常に一本目勝負。カタキリカタグルガ、勝者イロハ。二本目勝負。肩車。旦那様のためにも負けられません。あの有名な剣豪に勝ってしまうなんて、旦那様褒めてください。日光妖滅師さん、私人には迷惑をかけていませんので見逃してくれませんよね。分かってます。では覚悟してください。人を襲わないのであれば戦うつもりなんて聞いてない。イロハ VS マジキナミナ、いざ尋常に一本目勝負。
者マジキナミナ。2本目勝負。やったぞ。と片桐、私がお守りします。はあ、片取り落とし。やった。危ない危ない。えい、片取りだ。あふっふっ、片取りだ。あふっ。勝者イロハ。最終戦勝負。えっ、肩車、あ、肩車、やっ、肩車、せい、せい、あっと、えっ、こちらです。旦那様のためにも負けられません。旦那様、すぐにここを離れましょう。妖滅使者も弓も苦手なんです。思い出せない。誰か私を。初めて会ったはずなのに胸が苦しい。あなた何かに苦しんでるの？いざ尋常に一本目勝負。A few moments later.一面に咲く桜の中にイロハは立っていた。その綺麗な景色に心を奪われる。イロハは頭についた花弁を取り、この光景を忘れぬようにと花びらをぎゅっと握りしめた。
村に戻る道中、上機嫌で歩くイロハが振り返ると、若者が空を見上げ立ち止まっていた。その視線の先には雲一つない青空が広がっている。イロハは空に見とれる若者へ声をかけた。村へと戻り、いくつきかの時が流れた。平穏が戻った村で、若者は畑仕事に精を出す。イロハはそんな若者を懐疑しく世話をする。幸せな日常がそこにはあった。二人が守り抜いたかけがえのない日常が。